I don't of the Feast of the North Star. Oh my gosh, we actually did Jagi the other day, so we'll see what happens next. Is it Rao, Kyo, or I don't know. Shu. Oh shit, Yuria! Let's go, guys! Don't forget to hit like button, comment, and subscribe, guys. Yuria! 貴様。ケンシロウさん。ついに時が来たようです。スフィアシティに一体何が起きようとしている？スフィアシティが真の姿を現そうとしているのです。知っているんだな、その正体を。このスフィアシティは核戦争前の旧世界の英知の結晶とも言うべき軍事施設、はい、正確に言えば世界最大の核ミサイル発射施設なのです。核ミサイルだと。スフィアシティから湧き出る水や電気も全ては軍事施設を今なお稼働させ続けている高速増殖炉によるもの。この分厚い透明の壁がかつて世界を終末に導いた核の炎から施設を守ったというわけか。スフィアシティは戦争前の力を残したまままだ生きています。父が町を外壁で囲み衛兵隊を作ってまで部外者の侵入を防いだのはその事実を知られないようにするため。再び核戦争を起こさないためか。おそらく奇跡の間と呼ばれる塔の最上階はスフィアシティを制御するための部屋。最後に核ミサイルのスイッチを押した人間が生き残れるようにするために用意された生命維持装置。私はそう考えています。それが奇跡の間の正体というわけか。では地震はなぜ起きた。おそらくですが、核ミサイルと何らかの関係があるのかと。貴様、お前に話しておかなければならない。Dude, you said you're gonna let the father say to himself. That's messed up. ユリアの生存を確かめるために山に登ったとき。Hey, yeah, what the hell? ある男に会った。ある男？長い間。山の上からこの町を見守ってきたらしい。男は3年前にこの扉が閉まったことも、そこで何があったのかも知っているようだった。その男がお前に伝えてほしいと言ったのだ。もしもの時は地下に避難しろと。避難しろ、もしもの時が起こりうるということですね。ごめんなさい、今まで黙っていて。いや、お前がユリアを拒絶していれば今頃彼女は死んでいた。感謝している。私は感謝されるようなことはしていません。 I guess it's gonna be a happy ending for Kenshiro, right? 剣王様のご意志に従っただけです。何？剣王だと。そう、
以前お話しした父ナダイが仕えていた方とは、あの剣王、あなたの兄上ラオウ様なのです。大変だ貴様。どうしましたジャグル。剣王が町に乗り込んできやがった。ラオウがここに。ラオウ、なぜ貴様がここにいる。ケンシロウ、I thought Rao was supposed to be huge. What? Kisara! お待ちしておりました、剣王様。約束通りユリアを受け取りました。What? 受け取るだと？どういうことだ？貴様よ、ユリアは奇跡の間にいるのか？ここにいるケンシロウさんが山頂から生存を確かめております。ならばそこへ案内しろ。ですが剣王様、スフィアシティの扉は固く閉ざされており、中に入ることはできません。ナダイはどこにいる。剣王様、申し訳ありません。父は3年前に亡くなりました。何？ナダイが？なんだ急に。剣王様、ナダイが死んでいるのならもはや手遅れ。ならばスフィアシティは完全に目覚めるであろう。ラオウ、どういうことだ。ケンシロウ、貴様は山頂からユリアを見たのだな。それがどうした。貴様よ、その山頂に案内しろ。仰せのままに。 I don't get it。 ラオウ、全てを知りたくば貴様も山頂に来るがよい。剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。貴様、あの奇跡の間の神代は何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、
このドームは完全に開き、発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だが名代なき今、もう扉は開かれぬ。名代は扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し、閉ざされていた扉を開けたのは名代だった。なんだと。剣王様、あれは ここが扉のようです、剣王様。ここはおそらく軍事施設、旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば、新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えば、ここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。北斗総将派、我が奥義豪将派を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。名代、何を。我が剣名と経験の極秘は、陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。Damn, that guy is a beast. The daughter is weak though. 見事だ、名代よ。どうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、ナダイ。王様、これは。お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって、so、you are the God. 新たなる世界の神になら、新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれ。これは核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、名代よ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け、その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。名代よ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様、
Too heavy, man. 昔、父とそのようなことが。ラオ、なぜお前がユリアを助ける？ Because I love her. お前はユリアが欲しいのか？ Really?だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる？お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。何？どういうことだ？貴様は知っておるか？ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義？ナント政権108派、その頂点ともいえる奥義。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のためこの世のすべての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐だが、その奥義を体得するにはナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。 Really? It's Yuria? なんと最後の章、それがユリアだ。何？ユリアか？ゆえに俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。Was this weak? だが、ナダイがおらぬ以上、それも手には入らん。核ミサイルが発射される今、止める方法はただ一つ。ここから、ユリアの命を奪うのみ。Yeah. 邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。なんだと？知りたいなら、Why? ケンに聞け。なぜ？俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し、共に生きる。貴様は。ナダイが生きていることを俺に教え、あえて戦う道を選ぶか。ユリアのために、ラオ、お前を倒す。お前の野望もここまでだ。思い上がる。いい機会だ。違いを見せてやろう。二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題。口出し無用だ。ケンシロウさん。ここでは狭すぎる。Seriously? 山のふもとまで来るがいい。Coliseum again? そこで、貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。死ぬ覚悟はできているようだな、ケンシロウ。覚悟するのはお前の方。ラオウ。ほう、闘気をまとえるほどにまでなったか。行くぞ、ラオウ。ケンシロウよ、貴様を倒しこの場所を北斗神拳終焉の地にしてくれるわ。
はい、ラオGosh. Always block first. Yeah, I mean, obvious. Always dodge first and then block. Okay.
Jesus Christ. Block first, dude. Yeah, I mean. Ah, I should have known. Damn, that's a lot. Ow! I knew it.
No! Anything to beat Rao. Oh my gosh! Ah, bitch! Oh my gosh. Dude. Kisama ga koko made yareru you ni naru to wa. Omae no make da, Rao.おざくな。この程度の傷を負わせたぐらいでこの剣王に勝ったつもりか。まだ勝負はついてはおらぬ。まだこれほどの闘気を。まだまだ待ってごときに遅れを取るつもりはないわ。これほどの圧倒的な闘気の違いを前にしてまだ構えるか。そこまでしてユリアを奪われたくないようだな。貴様も何との究極奥義を手に入れたくなったか、ケンシロウよ。そんな奥義など俺にはどうでもいい。俺にはユリアが必要。それだけだ。何？貴様は力を望まぬと。ああ、ウヌを伝承者に選んだ我らが師龍拳の意図がようやく見えたわ。北斗神拳は愛そして悲しみを背負う者こそが最強に近づける。死、龍拳は死ぬ間際にそう言っておった。ウヌこそが我ら兄弟の中で最強の北斗に近づける男。龍拳はそう考えたのだろう。だが俺が求めるのは北斗をも超える最強。それこそ絶対であり覇者たる者の剣。ケンシロウ、しばしウヌとの勝負を預ける。何？ユリアを救いたければ救うがいい。それは何との究極奥義を求める俺にとっても好都合。
ならばこの剣を最強の北斗と南斗の究極両方とも飲み込んでくれる。最強の北斗を倒すのはこのラオウ。ケンシロウ、覚えておくがいい。Alright guys, that's it for today. Thank you for staying. Don't forget to hit like button, comment, and subscribe. See you next time.